そのおかげで彼女たちクルーは大阪行きの新幹線に乗ることができたのです。なぜ彼女たちは1分の狂いもなく到着した新幹線。こんばんは皆さん、バトムです。カッミミです。 DKR チャンネルへようこそ。フィリピンから今回は This is only in Japan. Why was an American reporter on a bullet train in Japan speechless? 2話します。チャンネルのクレジット、それでは早速始めましょう。世界中を取材するアメリカの記者が語る日本人の民族性とは。アメリカの有名なメディア記者の女性が日本を取材しに来ました。その後自分の国に帰った彼女は日本の民族性について語ったのです。その内容が大きな話題となりました。海外のネットユーザーたちの中には彼女の話は本当なのかと思った人たちもいたようで、ネット上ではちょっとした論争となっているそうです。一体彼女はなぜ日本に来て、その結果何が起こったのでしょう。今回は彼女の体験をもとに日本人の悲惨な状況を解説していきます。アメリカの有名メディアの記者が日本へ来た理由。アメリカの有名なメディア記者の彼女は実は日本へは急遽来日したのです。彼女は初め中国へ取材に行きました。その狙いは今世界のメディアが注目している中国の高速鉄道について知るためでした。中国がアジアの大陸を高速鉄道で結ぶ計画を立てており、その進行状況を取材しに向かった彼女たちは現地で驚く光景を目にしたのです。彼女たちはアメリカの有名なメディアの一員で、過去数年間に中国や日本などのアジア地域で取材を行っているチームでした。彼女たちはまず北京に向かって中国の高速鉄道に直接乗車し体験することにしたのです。そこには北京市から上海市に伸びる全長 1318km もの高速鉄道があり、都市と都市を結ぶ重要な役割を果たしているところです。彼女たちはこの高速鉄道に実際に乗車しました。そしていかに中国の高速鉄道が快適なのかという内容を検証する予定だったのです。しかし乗車してわずか1時間で驚愕の事実が発覚しました。まず新幹線は時間通りに出発せず、かなり長い時間が経ってから発車することとなったのです。これでは旅行や仕事でしようにも何も計画を立てることができません。次に高速鉄道に乗り込むと、そこには驚くべき光景が待っていたのです。彼女たちは高速鉄道といえば快適な旅を想像していました。しかし実際には座席の数よりも多い人たちが乗車していて、2人掛けの席に3人が座っていたり、床に座っている人までいたのです。さらに中国人の独特な話し声はとても騒々しく、高速鉄道の中は快適とは程遠い環境でした。それに加え清掃も行き届いておらず、不衛生な車内では喫煙を行う人やギャンブルをする人までも見られたといいます。結局彼女たちクルーは十分な休息を取ることができないまま中国の高速鉄道を降りたのです。ほんの少しの時間で期待を裏切られ、最悪な経験をした彼女たちは、アジアの高速鉄道はどこもこんな劣悪な環境なんだろうかと疑問を持ちました。彼女たちはアメリカでも有名なメディアの取材クルーたちです。疑問を持ったまま記事にすることなどできない、そう思った彼女たちは同じアジアで比較対象になる国を探し、アジアの高速鉄道の現状を正確に発信しようと考えたのです。そこで目をつけたのが日本でした。世界最高の高速鉄道といわれる日本の新幹線を体験するために、彼女たちクルーは日本に向かうことにしたのです。アメリカの有名メディアの記者が驚愕した日本の新幹線。日本行きを決めた彼女たちはすぐに日本へ向かいました。彼女たちはここ数年アジア全域を取材してアジアについて多くのことを学んできましたが、移動はいつも取材用の車を使用していたので電車やバスに乗ることはあまりありませんでした。もちろん新幹線もです。彼女たちはまず東京へ向かいました。東京駅から新幹線に乗るためです。東京駅に着くとクルーの中には驚きを隠せずにいる人が現れました。そのクルーは駅に着いてすぐにトイレに向かうと、その綺麗さに驚いたといいます。
そしてその話を他のクルーたちにすると、日本の新幹線への期待がさらに高まりました。彼女たちは東京から大阪まで新幹線で向かうことにしたのです。さらに、彼女たちが切符を購入しようとしているとき、どう購入していいのか困っていると、一人の日本人が声をかけてくれたそうです。そしてその日本人は、彼女たちが大阪まで新幹線で向かいたいことを理解し、切符を購入する手伝いをしてくれたのです。それだけではありません。せっかく旅行に来たのならと、その日本人は、旅行先で訪れるといいであろう、観光地や車内で注意する点など、詳しく説明してくれたのです。彼女たちは日本人の温かさに触れ、驚きました。そして、ますます新幹線に乗るのが楽しみになったといいます。なぜなら、アジアを数年間回り続けたクルーたちは、日本人の優しさや親切さを知っていましたが、それでも、それを上回るほど感動したからです。彼女は、私は日本に何度も訪れていて、日本人の親切さは経験しています。しかし、この出来事は、先進国らしく高い意識を持っていて、なんとも日本人らしい、その行動には何度経験しても驚かされます。と語りました。彼女たちが選んだ路線は日本国内でも使用する人が多く、最近では、社内のチャイムが、アンビシャスジャパンから、会いに行こう、に変更になり話題になりました。さらに、社内販売をやめることになり、今、話題の路線です。そんな話題の路線を選んだアメリカの有名メディアの記者一行が、新幹線をホームで待っているとき、驚くことが起こったのです。時刻表を確認していると、そこに書かれている時間より少し前に、ホーム内に、新幹線が到着するというアナウンスが流れました。帝国よりも少し前にアナウンスが流れたことに驚いたクルーたちが、時計を見ていると、なんと、時刻表通りの時間に新幹線がホームに到着したのです。彼女たちは、自分たちは間違ったホームに立っているのかと思ったそうです。なぜなら、1分は60秒しかありません。それなのに、1分の狂いもなく新幹線が到着したからです。彼女たちは目の前に到着した新幹線が、自分たちが乗るべき新幹線なのかと戸惑いました。彼女たちの様子を見ていた周囲の日本人たちは、クルーたちの切符を確認し、目の前に止まっている新幹線が、彼女たちの乗る新幹線だと教えてくれました。そのおかげで、彼女たちクルーは大阪行きの新幹線に乗ることができたのです。なぜ彼女たちは、1分の狂いもなく到着した新幹線に驚いたのでしょう。彼女は、日本の技術は素晴らしいというのはよく聞くが、こんなに正確な公共交通システムを持っているとは思ってもみなかった。先進国として技術に関してはアメリカも負けてはいないと思っていたが、電車が時間通りに来るというのを目の当たりにしたのは日本が初めてだと語っているのです。実際に彼女たちクルーはアジア全域に加え、その他にも様々な国を訪れています。しかし日本のように正確な公共交通システムを見たことがありませんでした。さらに彼女たちは日本に訪れる前に体験した中国の鉄道で何時間も出発が遅れていたのです。アメリカでは電車が30分ほど遅れるのはよくあることだ。さらに前回訪れた北京では何時間も電車が遅れ、取材に遅れが出てしまった。それを思い出すと今でも腹立たしいと言ったのです。そのような経験があったからか彼女はこのように続けています。それに比べると日本は旅行客にとって本当に天国のような国だ。なぜなら日本は電車が5分遅れただけで運転手が車内放送をするところだからだと日本を褒めたたえたのです。彼女たちはその後も日本の新幹線に驚かされます。新幹線に乗るとあまりにも綺麗な車窓から見る景色と、とても親切な乗務員たちに感動をしました。そして乗り心地についてはこう語っているのです。日本の新幹線のことブレッドトレインと呼ぶ意味が分かりました。驚異的な速さに驚かされるが、こんなに速いのに体に重力を感じることもあまりなく快適だ。そして富士山が視界から消えてから改めて車内を見渡すと、座席は清掃が行き届いており綺麗で、トイレも広く清潔だった。車内は満席に近い状況だったが、うるさい話し声は聞こえず、
中国の新幹線とは正反対の環境でした。そう語った彼女は最後に予定通りに大阪に到着した新幹線に驚き、さらに感動をしたといいます。アジアの高速鉄道に対しての世界の反応、彼女はこれらの経験をもとに日本の新幹線と中国の高速鉄道を比べた記事をネットユーザーに届けました。中国の高速鉄道は速いけれど、その速さに伴い体の押される感じや騒音、そして振動が強かった。さらに車内の清掃は行き届いておらず、中国人のうるさい声のおかげで休息を取ることさえできなかったのです。定員を超えた過度な乗車客の数には驚いた。車内で喫煙やギャンブルなどが行われており、不衛生で狭いトイレはとても耐え難かった。中国の高速鉄道についてこのように述べた後、日本についても評価をしました。日本の新幹線は乗車客の負担をしっかり考えられた加速方式を取り入れており、とても速い速度で走っているにもかかわらず、体が押し付けられることもなく振動などもあまり感じなかった。さらに日本人は新幹線の中でのマナーがしっかりしており、車内は静かで車窓から景色を楽しんだり、ゆっくり本を読んだりして過ごすことができた。車内清掃が行き届いていて綺麗で快適だった。これは大きな利点だ。新しいものなのではと思わせるような清潔な座席や車内、それに綺麗なトイレは旅行の疲れを軽減して快適さを提供している。これが日本の新幹線のトレードマークとも言えるだろう。そして彼女は日本の新幹線と中国の高速鉄道を体験した総評を述べました。2つの国の高速鉄道を体験した総評としては、中国の高速鉄道は速さ重視で乗客のことは二の次と考えているため、それが良いとは思わない。しかし日本の新幹線は世界で最も速いのに乗客のことも考えられており、快適性や安全性を考慮して作られている。次に列車内部の騒音や衛生面、快適さという環境の面では他の乗客と調和して決まるので、市民意識の高い日本人が多い新幹線の方が車内環境がはるかに良いと言えるでしょう。この記事はインターネット上で世界的に大きな話題となっています。彼女たちの記事を目にした海外メディアは日本の新幹線と中国の高速鉄道について比較し報道を始めたのです。そしてある記事には、中国が速度を重視するのは日本に劣等感を抱いているからだと書かれていたのです。日本人は自分の時間だけではなく他人の時間も大切にするという考え方があります。それに加えて職人技ともいえる最先端の技術力を組み合わせることで作り出されたのが日本の新幹線なのです。その日本の新幹線を見ただけで、なぜ世界の人たちが日本がアジアで一番の先進国だと呼ぶのかが彼女たちの記事を見るとわかるでしょう。いかがだったでしょうか。私たちは電車が時間通りに来るのは当たり前だと思って生活していましたが、実は世界から見るとそれはすごいことで、日本人は他の国よりも時間に正確な人種だということが分かったと思います。日本は電車の時間が正確なので旅行の予定も立てやすい。しかし日本人が海外に行った時は思ったように計画が進まず苦労するでしょう。それは私たちが普通だと思っていたことが海外では普通ではなく、日本人の凄さを物語っているのです。このチャンネルでは視聴者の皆さんが楽しめるよう日本の雑学をこれからも発信していきます。お見逃しのないようチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Here in Philippines, when is our government is planning to have this kind of, you know, transportation that they could bring us to north and south part of the Philippines? Because, you know, Japan is truly living in the year of 2050. For my own opinion, okay, definitely Japan is, you know, the best when it comes to... Yeah. A transportation like Shinkansen. We all know that, guys. The speed is very good and you will not be afraid to ride on it. That's it. ありがとうございました。